皆さんお待ちかねのステージの方を今から始めてまいりたいと思いますので、どうぞ皆さんお席の方まだ空いたところございます。おかけいただきまして一緒に楽しんでください。この後ドアラ、ショーロン、ホーロンがこちらのステージに来てくれますのでね、一緒に楽しんでいってください。さて今日皆さんにお送りしていますこのサイバーインフェスタ、皆さんに来年5月の21日から始まりますサイバーイン制度について皆さんに、よく知っていただこうというイベントになっています。アンケートなどもお願いしています。ぜひご協力お願いします。それから質問コーナー、まだこの後午後7時まで開いておりますので、今日は裁判官、弁護士さん、警察官の方、お越しいただいています。わからないことがあればぜひこの機会にね、どんどん質問をぶつけてみてください。あとパネルの方でも、漫画で裁判員制度についてご紹介していますので、こちらもね、ちらちらっとでもご覧いただければ嬉しいなと思います。さあそれではですね、もう皆さんあの上の方からも ありがとうございます。あの気をつけてくださいね、手すりからあんまり乗り出して危ないですので、くれぐれも気をつけてご覧になってください。さあそれではね、この後ドアラ、シャオロン、ホーロンのステージのお姉さんに交代したいと思いますので、皆さんで仲良くステージ楽しんでいってください。
とても楽しいゲームを考えてきましたので、ちょっと準備していきますね。じゃんじゃじゃーん。はーい、ということで何か見てますよ、大丈夫、ちょっと待って。まずはじゃーん、今日はサイン色紙とマジックのペンを持ってきました。ということで3人には絵を描いてもらいたいと思います。今からお姉さんが出すお題の絵、3人に描いてもらって何の絵か当ててもらうと思います。いいですか？よし、はい、じゃあ、はい、オッケー。はい、どうぞ、ね、はい、どうぞ、はい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 。さあ、それでは今日のお絵描きクイズ、お題は食欲の秋ということで、食欲ですね、食欲の秋ということで、お腹いっぱい食べたい食べ物を書いてもらいましょう。みんなもいいですか？これはちょっとね、タオルが得意かもしれませんが、行ってみましょう。お絵描き、よーい、スタート。それ何？あれ、なんか小さいドアラがいますよね。最近すっかり有名になりましたが、さあ、お腹いっぱい食べたい食べ物、ちょっと買いましょう。食べたい食べ物、さあ、ドアラは何を描くんでしょうかね。さあ、じゃあ描けた人から順番に出してもらおうかな。しっかりお願いしますね。ちょっとね、お昼も過ぎて午後3時、お昼ご飯もしっかり食べてきちゃったところですよね。さあ、何がいいかな。さて、お友達食欲なき今食べたいもの、なんかある？何？バナナ、バナナが食べたいんだ。そうだね、果物もとっても美味しい季節ですよね。さあ、3人は何が食べたいかな。シャオロンが振り付け考えております。何を描いてくれるんでしょうか。パーラはね、食べ物が大好きだから、あ、秘密なんだ、ごめんごめん。じゃあ楽しみに待ってようかな。さあ、3人が黙々と描いています。お絵描きクイズ、描けた人から問題を出していきましょう。ドアラもね、なんか真剣に描いていますから、なんか若干細かいですか今。さあ、何が出てくるでしょうか。あ、何かな。さあ、今日のお絵かけクイズですが、この3人が入ってくれた絵をお友達にプレゼントしちゃいますので、張り切って答えてもらいたいと思います。さて、サーラー、サーラー、パチパチ、かけた？お絵かけクイズ第1問、これじゃいくよ、せーの、3。さあ、これはなんだ。わかった、お友達。はーい、やっぱり食べ物じゃない気もしますが、まあいいでしょう。ごめんごめん、いいよ、ヒントの形で選んでもらってもいい？若干捨てちゃいましたけど、はーい、どれがいいかな。これでシャオロンが大好きなものですもんね。さあ、誰でしょうかな。あの子、じゃあ帽子をかぶっているお友達、はい、入ってください。はい、どうぞ。はい、ということで、はい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 、はい、どうぞ。はい、こんにちは。よし、お友達、それでは早速お答えをお願いします。 B と答えてくれました。シャオロン、お答えは B で合ってますか？はい、大正解で楽しい。そうです、大正解。じゃあ、ちょっとタオルが熱くして、そうですね、タオルが好きなこと言えばやっぱりビールですよね。タオルの買い付きということで、じゃあ今日